はいどうも、キスケです。ということで本日も3周年の予想していこうかなと思います。まあちょっとね、3周年の情報であったりとか予想であったりとか、これからどんどん動画化していこうと思ってるのでね、今のうちにチャンネル登録できる方はしていただけるとすごくありがたいです。はい、ということで本日予想するのはですね、ちょっと3周年までに実装されるであろうイベント、まあ、もしくは3周年で実装されるであろうイベントの画像を、ちょっと入手したので、そちらの方を一緒に見ながら試行していこうかなと、思います。はい、ということでまず最初の画像はこちら。はい、サードアニバーサリーカウントダウンログインボーナスということで、まあそのまんまですね、そのままログインボーナスのバナーっていう感じです。はい、まあここを見ると特におかしい点はないというか、こっから予想しようがないっていう感じですかね。まあログインボーナスが実装されますよっていう情報です。まあ強いて言うなら、このブルー悟空のカメハメハがちょっとおかしいですよね。まあ本来これって悟空の左腕が手前に来ないとおかしいんですよね。まあ自分でカメハメハのポーズ取ってもらったらわかると思うんやけど、これエネルギーが手前に来てるよね。本来親指が見えてないとおかしいんですが、まあそのぐらいかな。うん、後から貼っつけたんでしょうね、このエフェクトを。そのぐらいかな、このバナーでちょっとんと思うところは。はい、じゃあお次の画像をちょっと見ていきましょう。こちら、はい、こちらの画像はですね、前回動画で作ったんですが、新たに悟空が6体追加されると。で、その能力とかをちょっと1本の動画にまとめて、あげたので、まあ詳しいことはそっちの方を見てもらったらいいのかなとは思うんですが、まあ6体の悟空が実装されますよと。ジョインザイベントトゥゲットオール6スパーキング悟空ズ。まあイベントでゲットしよう。アンド、アップグレード全トゥレッドセブンスターみたいな感じなのかな。だからまあイベントで6体の悟空をゲットしようと、さらに凸を増やそうぜみたいな、そういう感じのニュアンスだとは思います。まあ、だからこの6体の悟空はイベントさんですよっていうのがこの画像でわかりますね。はい、でこの真ん中の元気玉悟空ですよね、このシルエットは。でこの元気玉悟空は全開覚醒しますよね。もう端末上で全開覚醒の能力であったりとかステータス見れるので、まあ気になる方は自分のレジェンズのアプリ開いて、見てもろたらええかなっていう感じはするんですが、まあこの悟空たちがちょっと問題で、まあ何が問題なのかっていうと、まあ次の画像をちょっと見ていくんですけど、はい、こちらカウントダウンのバナーになります。6 days until かな、The Third Anniversary Event っていうことで、まあ、3周年まであと6日ですよっていうことです。で次こちら、まあ一緒ですね、これも3周年まであと5日ですよっていう。で次の画像も、はい、あと4日です、あと3日です、あと2日です、さあ次3周年ですっていうバナーになってるんですが、まあこれ見てもらったら分かる通り、誰でも分かりますよね、これ。初期状態の悟空。スーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2。3。ゴッド。ブルー。これまあ、変身順になってるわけですわ。はい。これさ、ゴジータ4じゃないんじゃねって思いません？このバナー見ると。って個人的に思っちゃって、多分、まあ、レジェンズプレイしてて3周年が楽しみだって思ってる方は、まあ、やっぱり3周年で出てくる、目玉キャラクターがやっぱ楽しみですよね。で、その目玉キャラクターを楽しみにしている、大体過半数が多分ゴジータ4を待ち望んでるんじゃないかなと。で、大体の人の予想が、やっぱゴジータ4でしょうと。ここまで GT のキャラクターを推してて、1年間ぐらい触れられなかった GT のタグ一気に全開覚醒来たりとか、新しいリミテッドキャラクターの龍拳悟空4を追加されたりとか、ついに GT の時代が来るんだと、
3周年でゴジータ4が追加されて爆発するんだって思ってる方が多分僕も含めてほとんどの方だと思うんですよね。ただこのカウントダウンのバナーを見るとゴジータ4じゃなくてあっちなんじゃねっていうはい、もう多分お察しの通りこちら、はい、身勝手なんじゃないかなって思うんですよね。うん、こうする必要あります？だって順番通りに、あ、順番バラバラやなこれ。あ、順番バラバラではないか。まあどんどん悟空が進化していってるわけですよ、3周年に向けてね。じゃあブルーの次何ですかって聞かれたら身勝手ですよね。まあ細かいこと言うと身勝手って2種類あって、もう極めてない方は、兆しの方は実装されてますから、ブルーの次何ですか、3周年のキャラクターふさわしいキャラクターといえばただ一人、身勝手の極意極みですよ。これなんじゃねって個人的に思うんですよね、この画像を見ちゃうとね。で、例えばゴジータ4なのであれば、例えば悟空ベジータ悟空ベジータ悟空ベジータみたいな感じで、バナーを作ってこうゴジータ4を匂わせるっていうことは全然可能じゃないですか。で、この悟空の変身形態、こう、まあ、時系列順に並んでるんですけど、こう並ばせる理由はただ一つで、身勝手の実装を示唆してるんじゃないかなって個人的に思ってるんですよ。結構怪しくね、これ。うん。例えば、2日前がベジータ4です。残り1日、悟空4ですっていうこのバナーだったら、ああ、これはゴジータ4来るんじゃないかなって誰でもわかると思うんやけど、この順番、しかもまあ変身順にカウントが進んでいくって考えると、身勝手でしょ。まさかの。で、ゴジータ4に関しては、去年もありましたよね。年末で、こう、目玉キャラクターを実装するというか、身勝手であったりとか、ゴジータブルーであったりとか、そっちで、ゴジータ4実装すんじゃねって個人的に思ってるんやけど、どうでしょうかね。うん。まあ結構ね、理にかなってるとは思うんですよ。まあこの順番やからね。うん。確実に変身順ですよね、これは。ただまあ一つ気になるのが、身勝手実装されてからそんなに時間が経ってないっていうことが、ちょっと気になる。正直。うん。そんな身勝手の兆しを実装した、約、半年も経ってないか。半年ぐらいか。半年ぐらいの後にもう極みを出しちゃうのかって考えると、まあちょっと怪しいかなとは思いつつ、やっぱ宇宙サバイバル編の、18号であったりとか17号が追加されてるんで、うん、ありえない話ではないかなっていう感じはしてます。僕自身は、ゴジータ4だろってもうほぼ 99% ぐらいそう思ってたんですけど、このバナーの順番であったりとか、最近の宇宙サバイバル編の、ちょっと傾向を見てみると、うん、なんか 50-50 になってしまったというか、うん、身勝手も来るんじゃねみたいな、ゴジータ4と身勝手どっちやっていう、ちょっと悩んでしまうぐらい分からなくなってしまったな分からなくなってしまったよ。うん。理由がそれしかないもんね、これ見るとっていう感じの予想でした。だから今回の予想は、まあ、ログインボーナスありますよと、で無料でもらえる悟空が6体追加されますよっていう情報と、で目玉キャラクターはもしかしたらゴジータ4じゃなくて身勝手の極みなんじゃないかっていうお話でした。はい、皆さんはどう思いでしょうかね。まあ、この画像を見てしまうと、これね、この画像を見てしまうと、身勝手と思わざる得ないんじゃないかなっていう、うん、感じはしますよね。はい。まあ、これは3周年の情報解禁され次第っていう、うん、ところではあるけど、まあ、非常に楽しみな感じになってきましたね。はい。もうすぐですよ。もう言うてる間、
あと数回寝たらもう3周年の情報が解禁されて、そこからまたあと数回寝れば3周年が実装されるっていう、もう1年経つんですよ、ベジットブルーから。時間が経つのは早いですね。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。